こんにちは。こんにちは。こんにちは。未来です。未来。未来はなんか今これで来るように思ったんですけれども、これって、今光が起こるんじゃないかとおばさんちょっと思ったんですけど、なんか光、これ出そうもないけれども、これどうやって起こるんでしょうか、アドさん。いや、だから、昔言った、こう、天井が光が入って、ダーって黄色い光が降り注ぐよ。これ見てる人が、みんな光が降り注いでて、それで、みんなこれニコニコ笑ってさ、そういうふうに、その他に何かなるんだよね。健康になるじゃなくて、光。浅井さんは光が見えるの？みんな、あと、幸せになるんだ。なんかわかんないけど、これの可能性っていうのがよくわかんないんだけど、これ。インターネット？そうですね。インターネットはすごいよ。世界中の人がつながるの。何がつながるのかな？よくわかんないけど。考えてることとか、普段何やってるかとかがつながるの。深層意識と行動の方向がつながるんだ。そうそうそう。そしたら、これから光が起これば、みんなの行動の方向は一つ愛になった。そしたら、そうやって、これで、要は、みんな一つの方向が愛になる。昔だとほら、手紙とかでやり取りしかできなかったけど、顔と顔を 見て話せなかったじゃん。でも、みんなは俺の顔見えてるわけよ。だから合ってるような感覚になる。おはようございます。いや、これで行動をそう愛にする。おはようございます。おはようございます。行動を愛にするには、これどういうふうにすれば、これで行動が愛なんですか。ああ、それは俺、浅井さんが勉強。あ、久美田、おはよう。おはよう。どうすればいいんだろうね。バックに音楽を流せばいい。で、それで、これをやってるときに、このバックにこう音楽を入れて、いい性能の音楽をパッと流せば、それでみんなこういう一つ愛になって、それはあれだよ。ここは愛を起こす会社になります。今音楽入れたよ。いや、これはダメだよ。これダメ。これダメ。これやめようか。あれがいいよ。諸星が作った音楽をこれ作ってもらって。誰が？光の合唱で T 君、作ってもらって、してここで音楽を鳴らす。いいね。でみんなこれいつもこれ言えるの。してこんにちはやればそれあれだよ。いいね。みんなの光の方向はやっとさ、みんなの行動の方向を愛にしたっていいのかな。何も別に、別にどこの決まりも間破ってないから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。じゃあレクチェに T に音楽作ってもらおうか今度。いや、そうだね。いや、今日でもあれだよ。ギター持ってきたらあれだよ。今日でも作れるかもしんないよ。だってあいつ住んでるところ遠いよ。遠い？そしたら、どうして、あらかじめ言っとけばいいのかな。埼玉の方だから。埼玉？うん。わ、それは大変だ。この前だって言ってたよ。1時間かかるって。そうだよ。結構かかるんだよ。埼玉？埼玉の方だよ。だからわざわざ来てくれてんだよ。いや、すごい大変なことだ。そうだよ。いや、そしたら、あれだ、その、T さん、今日もし来るんだったらギター持ってきてください。で、これにバックでぐっと流して。あ、そうか、今日日曜日か。そうだよ。あ、そっか、そっか。バックで流して、で、そして、あれだ、この光の会社をここにするということで、それで、みんな光の方向に、愛の方向に、みんな全世界に向けると、これどうでしょうか、そういう会社になりました。これどうですか。いいね。T 来るって言ってた今日。いや、まあ、電話してないよ。あ、電話してないんだ。さん電話するんじゃないの。ほうほうほう。まあ、今聞いてみる。来るしてたって。俺今日出かけるから、俺今日不参加だわ。今日？あ、そう。そしたら、どうしたらいいのかな。今日、ギター持ってくるかどうかわからないよ。わかんない、俺も。来るかどうかわかんない。じゃあ、後で、ギター持ってきてください、言っときます。いや、でも来るかどうか、ほら、あ、仕事やってるから。わかりました。
はい。だ電話で聞いてみてくる。他に誰か作れそうな人いますか？音楽を？これのバックに流す音楽。音楽作れるのは T だけだね。あいつ作るかもしんないよ。誰？あ、そうそう、医師の焼き鳥屋さんの勉強してるって。焼き鳥屋さん？うん。いや、医師なんでできるよ。医師のに、医師のに作ってもらうよ。医師のさ、見てたら言って、こっちに来て、それピアノ弾いて、このバックの音楽作ってください。それであなたの人生は完成されます。うん。医師の、今、料理人の修行してるって。料理？うん。焼き鳥屋さんになりたいんだって。焼き鳥屋さん？うん。いや、自分が焼き鳥になっちゃうやめた方がいいですよ。それをこっちに来て、それはバックの音楽を一つこしらえてください。そしたら、うん、あなたの人生は完成されます。レクチュが作った音楽あるよ。聞く？いや、それ聞いてもダメだな。聞かない？うん？いや、聞いてもいいよ。どうしたらいいか教えてあげるよ。うん。レクチュが作った音楽、今流すよ、じゃあ。うん。ここで作ったの？うん。向こうで作ったっけ？いや、この家で作った。この家で作った。うん、これ何作ってんの？ギター。だってギターに他の音も聞こえるよ。それは俺が作ったドラムは。ん？カタカタ言ってるのは歌う？ドラム。じゃあ、あなたとこのカタ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 ってやるドラム。ドラム。ドラムとこれと、それの行動方向に向いたから。こんなの作ってるよ。でもまだ分かんない。ちょっと待って。もう一回聞く？聞いて、うん、私、覚えが悪いんだよ、この人については。もう一回やろう。もう一回流すよ。ドラムが、このバックに流すように変えるには、作業場をやめてありがとうございますって、少しで来ます。それで、あとは、このチビとドラム、作業所は関係ないんだよ。ドラムしか聞こえない。ちょっと待って。あ、これだ。隣に住まうだ。隣の部屋が空いてますんで、それ隣の部屋に住まう。それで。隣の部屋に住まうと音楽が良くなるの？と、そういうふうに、思ってると、隣の部屋に住まおうと、思ってると、大丈夫かな？ダメだ。隣の部屋が空いてますんで、そこに家賃を払って隣に住む。これは、おばちゃんが払う。これ大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。じゃあ、それで、ここのバッグの方ができます。できる。じゃあ、おばちゃんの方向をそっちの方に設定すればいいんですよね。そうだね。そしたら、自動的に。自動的にかどうか分かんない。この次、それで、作業所をやめて、そっちの方向に、それで。俺は作業所に通ったらダメなの？そうだ、福祉ありがとうございます。それ大丈夫だ。そうすると、このバックの方ができる。で、これ流して、それでおしゃべり。いや、これでいいじゃないですか。いいね、いいね。はい、じゃあ今度そうしてください。OK、分かった。はい、もう30分分しゃべったよ。これでいいですか？まだ8分だよ。え？まだ8分。内容がもう大丈夫だ。もう話したいこと終わったの？うん？いや、せっかくだからみんなとおはようってみんな言ってるよ、ほら。え？何？ディズニー？WW、これは何だかよくわかんない。笑ってるって意味、W は。行くの、ありがたい、ありがたい。ベースのピッキングの音じゃないかな。おはよう、今、彼女一緒にいるの。これについて言うな。なんだろう。いや、これ、作業所に行くことによって、これ、福祉の餌に変わりますんで、彼女は。だから、これ、行かなければさ、餌はいらないと。そうなってしまいますが、すいませんでした、皆さん。ごめんなさいでした、ごめんなさい。彼女、すいません、すいません。じゃあ大丈夫だ。どこも何でもないじゃないか。じゃあ大丈夫だ。あとは、レクチさんのアサリの隣に住ませるの？レクチっていうのは T のこと。T はレクチって呼ばれてるの。
済ませる。うんと、あ、そっか。うん。うんと、組田という、なんか大問題があるんで、それは、私の力で解決した方がいいです。ね、組田は大問題あんの？うん？組田が。これが大問題ですって言えば、ばちゃんすぐ関東さ、解決するけど、なんか書いてもらえば解決します。うんと、みんなの悩み相談やろうよ。それどう？え？みんなの悩みを浅井さんが解決する。いや、組田だけやります。組田だけやんな。あと、どうせ、ろくな悩みじゃない。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。